こんにちは、北谷根です。今回はユキユキプレイヤーの野菜評価をしていくぞ。皆さんプロスプレイヤーっておりますでしょうか？選手詳細を知りたい、そう思う方もいらっしゃると思います。今回はユキユキプレイヤーの野菜評価を言っていくぞ。それでは本日もよろしくお願いいたします。上田、ダイソー要員 C 評価。二股、内野の方が守備で姿勢が高い C 評価。井上、消防でパワー B、 チョップル比のためインコースには競争 B 評価。星田が全ポジション可能 C 評価。宮本、チャンスメーカー持ちなので一番起用が基本 B 評価。樋口、ダイソー要員ズのに C 評価。山足、セカンドの守備も最低限あるため守備には困らなさそう C 評価。大下、古日田が高弾道なのにそれなりに強い打球は打てそう B 評価。野村、特能は残念だが能力と弾道はなかなか良い A 評価。山田、特盛でセカンド守備 B 可能 B 評価。ダイソー要員ズの3 C 評価。若林、パワーがもう少し欲しい D 評価。いかがでしたでしょうか？正直に被災要因ばかりですね。この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまたね。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な動画を配信していくのでぜひチャンネル登録お願いします。では次回の動画でお会いしましょう。